ただいま、めちゃめちゃ有意義な散歩でした。これからご飯だよ。ちょっとパラついてきた。ポツポツ来たし、もう真っ暗だから中で食べようかと画策してます。まずはワイン。今日はね、カリフォルニアのカベルネソビニョンだったかなです。乾杯。フルーティー、なんかでも結構深みもある。なんかカリフォルニアのいわゆるこうパーンって明るいだけみたいなだけってことないけどね、なんかパーって明るい感じっていうよりかはこうフルーティーと含みがあるみたいな感じかな。美味しいです。どっちも好きだけどね。夜ご飯は鍋焼きうどん。わーい、今日みたいな寒い日にぴったりです。秋がいっぱい入ってるよ。卵も入ってる。美味しそうだね。いただきます。ブタブラ美味しい。あ、なんかいいね、これ平打ち麺みたいな感じ。出汁が染みている。うわー、超いいね。卵いきます。なんか熱そうなんだよね。でもね、そして崩しそうなんだよね。お、あ、怖いよ、怖い、怖いよ。おいしい。崩れたけどよし、よしとする。そして揚げを食べるよ。揚げを、スーパージューシー。あふれ、あふれ、あったまって寝れそう。今8時15分です。外は星が綺麗に見えてたよ。明日の朝日の出も期待できるかもね。というわけで今日はライチョウの夢を見ます。 Good night。Good morning。 今日は5時20分ぐらいに起きたよ。そしてテント上から素晴らしい朝日が見えました。空が本当に綺麗だったし、八ヶ岳もカエコマも見えたよ。いい朝です。風がちょっと優しくある感じ。入れたてのコーヒーをいただきます。うん、美味しい。最近の朝の定番はお茶漬けです。あ、虫さんが来た今日はなんかね、長谷園じゃないね、ちょっと高級そうなっていうか
なんか変わり種のお茶漬けだよ。だけど入れるものは一緒です。鮭と梅。いただきます。優しい味がする。あと香ばしい。静岡のお茶漬けなんだけど、なんていうのか、お茶をちゃんと出せるようになってるっていうか、それが香ばしいのかな。好き、とにかくお茶漬けは昔からなんかホッとするシンボル的にもすごい好きなんだけど、山でのお茶漬け最高だね。なんかたどり着いた究極の朝食って感じ。一時期トルティーヤもすごい好きだったんだけど、こっちの方がやっぱ手間はかかんないよね。うまい。なんかいろいろ面白いお茶漬けの具っていうか、あの市販されてるやつを探してみたいと思います。撤収完了。ここすごいいいスポットだった。山に近いしトイレもまあまあ近い。お世話になりました。あ、楽しかったな。ちょっとこれからどうするかまだ決めてないんですけど、とりあえず、宝剣山荘方面に歩きます。レッツゴー。今7時54分です。8時までの撤収ということなのでギリです。あー、よかったな。最高でした。巻き道を通るよ。岳が素晴らしく見えてる。わあ、今年は行かなかったけど、去年秋の終わりのすっごい寒い時に行ったんだよね。よかったな、あれも。わあ、やっぱり巻き道最高です。ビューがアトラクだし。さて、ちょっと天気がいいからこのまま降りるのはもったいないので、サクッと稲前岳まで行ってきます。この先北御所登山道って書いてあるけど絶対行かない、怖い。というわけでレッツゴー。風が強いからフリースも来ました。雲がうっすらかかってるところが多分北岳だと思うよ。あー、嬉しいな。新しい友達。
前回は向こうからこっちを見てたんだよ。楽しい。綺麗、素晴らしいね。やったー、稲前岳山頂です。ここはもうね、とにかくね、すっごい楽に楽しく来れるので、天井敷木曽駒ヶ岳、1回目の人はまあ木曽駒往復するとして、2回目来るならここいいと思う。ホーキンより楽だし全然。あ、いいね。こっち側から千畳敷カールの全貌が見えるの、すごい綺麗。木曽駒の山頂も見えてる。ちょっとのんびりした。いろんな山が見えたよ。素晴らしい。なんかそのうち将棋図山、将棋塔山なんて読むのかわかんないけど、の方に足を伸ばしてみたくなりました。帰ります。レッツゴー。しっかり手すりを掴んでください。降りてきた、戻ってきた。あ、気持ちよかった。ありがとうございました。一泊二日木曽駒ヶ岳最高でした。昨日はこの景色全然見れなくて真っ白白だったんだけど、でも夕方の散歩からもうどんどん盛り上がっていって、青空、太陽、山々、そしてライチョウで、今朝の日の出と、あ、昨日星空もちょっと見えたし、稲前岳散歩もすごい良かったので、あ、なんか今年も来れて良かったな。そして、10月初めに2周山に行ける時があるんだけど、そこで天気が良くて千畳とか乗鞍とか行ってみたいんだよね。まだまだ高山終わりません。というわけで、また次の旅で。バイバーイ。